は、はい、変わらずこのメッセージ読んだりとか、あ、そう。そのまま、ね、その10月になっての活動とかも聞いてもいいんですか？10月とかも最近の、はいはいはい、どんな10月ってどんなイベント、イベントとか、あ、行事ごととかあったりとか、時刻は10時30分回っております。お届けしているのはまるっとつながるラジオ、まるラジー、やったー、いきなりパリピリになってきた火曜日の10時半でこのテンションこれ週末まで行くんですかね、このテンションでね。イエーイこのままもうクラブ行っちゃうぜみたいな。ちょっとさっきのブラックアイドピースが効いてますね結構引きずってる、はい、この後あと30分くらいありますからね、楽しんでいきたいと思いますが、さあさあさあ、あのパパヤさんからもパリピって笑われてますけど、はい、イエーイ、ちょっと乗り方が昭和ですね言わないでこれもあの中田さんのいいところ、はい、かった1個目出ましたね、はい、まだ生まれたけど昭和の乗りみたいな昭和の乗りみたいなはい、ということで、はい、なんかいつものマルラジこんなだったかな私聞いてる番組とちょっと違う気がするけど、まあいっか、はい、楽しいからいっか、週ごとで変わりますからねだいぶ個性入れてますねはい、いいと思いますさあさあ、今日のね、トークテーマは気になる数字ということで、うん、はい、あのパパヤーさんもね、吉野さんとかもいろんな、ね、気になる数字をお話ししてくださったんですけれども、はいはい、まあね、チョコボールでドビノ倒しするってたくさん買ったけど銀のエンゼル2枚しか出なかったとかねいろいろありますけれど、山田さん何かありますか、気になる。山田さんですか、ええ山田さん、2人ともダーだから山さんの方でじゃあ、山さんの方は何かありますか、気になる数字。山さん、コロナの感染者数かな。そうね、今はね、そこがやっぱ気になりますよね。最多で800人超えだし。そうですね、あれ8月ぐらいでした、8月、そうです、終わり頃ぐらいが、ね、また夏休み終わるぐらいの時がね、もうまさか800人ってみたいな、え、沖縄がみたいなね。そうです、なんかもう人いないじゃんって思う。人いないじゃんって、どういうことですか。でもあの時、あの なんだろう、空気が僕たちのマリスの300人超えた、あ、やばいな、500とかもう1000とか行くんじゃんぐらいの話ですが、まさか本当に100ぐらい行くとはみたいな、マジで行くじゃんみたいなね、やばいだろこれみたいな感じでちょっと空気でしょ、はいはい、まあ、最初の方はね、もう2桁とか3桁行ってるだけでもすごいビビってたのに、もうやっぱりいい悪い意味でちょっと慣れてしまうというかね、そういうところがあっちゃったりしてね、どんどん増えちゃったけどね、その中で800って大きい衝撃でしたからね、超えてはいけないものを超えてしまった感はありましたよね本当にそんな感じでした。まあね、それをピークにどんどんね、ちょっと減少の方で、昨日も一桁なりましたからね。でしたしね、本当に沖縄市うるま市はゼロ人だし、でも本当にそれがすごいですよね。ねえ、あんなにね、みんなの協力で、本当に本当に皆さんがちゃんと自粛してたっていうのもあって、あとプラスワクチンもこれからあったと思うので、はいはい、もうなんか言ってしまったらあれなんですけど、やればできるじゃんみたいな、誰よみたいな感じだけど、なんかもう自分らやればできるじゃんみたいな、もう実際もう目に見えてだから、いいあれですもんね、なんか達成感というか、そうですよね、本当になんか数字として見るとやっぱり、あ、やってよかったんだなとか思いますからね、はい、もうこのままね、そのまま
まあ、第6波とかあるかもよとか言われてますけど、まあ、それもできるだけね最小限になれるようにね、はい、引き続き気をつけていきましょう。さあさあ、それではですね、もうちょっと後半になってきたんですけれども、早いですね、はい、もう30分だったんですか。もう30分もう後半ですよ、踊ってる間に、はい、もうちゃんとねこのコーナー番組のね、はい、地域包括支援センターの番組ですから、はい、それのお知らせもしていかないといけないから、はい、活動も聞いていきましょうかね。そうですよ、じゃあちゃんと地域の情報もちょっと発信していきましょう。そうです、はい、行事の話もねせっかく事態宣言も上げたし、はい、それぞれでね、はい、行事も考えてらっしゃるでしょうから話聞いていきましょうかね。どちらからじゃあ僕の方からですね、はい、じゃあ中田さんから、はい、地域情報っていう先ほどちょっといろいろ活動してるって番組の冒頭で話してもらったんですけど、うんうん、はいはい、まあ、やっぱ基本的にどこの自治会も、活動再開ということで、今までちょっと休止していた、自治会活動がまたちょっと再開されたっていうのと、あとは老人会とかもまた再開されまして、はい、各所で、はい、グランドゴルフとかやられたりとか、はいはい、あとはまた体操教室がまた開かれたりとかっていうことで、でそういうのも結構昨日ちょっと初日だって明けてからの初の月曜日だったっていうこともあるんですけど、はい、なんか結構皆さん集まってたりして、もう活気があって、いや、やっぱいいですね、はい、もうマスクしながら苦しいけどでももうこれで頑張るみたいな感じで、ね、話もしてて、家にずっといるよりかは全然みたいなね、はい、うん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 、なるほど、もうそういう形でちょっと再開してたりとかして、うん、あとはあれですね、ちょっと東部地域の話なんですけど、はいはい、今やっぱちょっと今年予定していた東部祭りが、はい、そうだね、10月、はい、11月はね、はい、ありますからね、はい、ちょっと中止ってわけじゃないんです、まあ、ちょっとお祭りっていう形式はちょっとできないんですけど、はいはいはい、まあ、それの代わりにちょっと別 の、はい、形で、まあ、僕もちょっと詳しい話わからないんですけど、はい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 、まあ、ちょっと面白い形をちょっと用意してるって話したりしたので、すごい、はい、できるかなどうかなって心配してたけど、でも改めてちょっと別の形にしてちょっと、うん、皆さんに楽しく提供していきたいって話されてたので、いやー、なんかそういう何かがあるって撮影したりとか聞きましたよ。え、あ、すごい、そうです、ドローンも一つ行きました、東部南の、はいはい、崎山さん、崎山さんがいつも、はい、ドローンで、でこれちょっとどういう風に使うかちょっと楽しみにしておいてくださいねみたいな、なんか今時ですね、そうなんです、なんか すごいなんかすごい、上映みたいな感じでやるのかな、プロジェクターとか出してどうなんだろう か、僕もちょっと楽しみにしてて、あんまり内容聞かずに待ってる側なんですよ、ね、はい、その時を楽しみにという本番でね、はいはい、いいな、なんか何かがあるっていうことだけでもすごくワクワクしますね、はい、うんうんうん、いや素晴らしい、もうそういう形でちょっと東部地域はまたちょっと、はい、また盛り上がりますね、企画してますので、うんうん、またどうこうチェックしてたらいいかな、楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。大事なところ噛むのも中田さんのいいところ。いいところ、あいか。もう可愛い可愛いときもそれ後でね。お願いします。はい、じゃあ山田さんも何かありますか？こういうことやる予定ですよっていう。予定はないんですけど、うん、うん、10月ね、10月になって緊急事態も明けたっていうことで、うんうんうん、1日に早速、はい、小屋地区ではあるんですけど、老人会 の、うんうんうん、誕生日会っていうことで、あー、いいな、はい、カジマ屋とか十勝祝いとかあの記念品贈呈とか、はいはいはい、うん、旧役員、はい、小屋の役員に感謝状を贈呈したりとか、うん、うん、そういう場の取材に行っていろんな方と出会って初めて、うん、やっとこの仕事について出会ってそっかたくさんの人と出会っていろんな話もして、うん、
勉強になることも多かったですね。山田さんはこのお仕事についてどれくらいなんですか？6月からなので4ヶ月かな。じゃあもう本当にコロナ禍で入って本格活動をできないままって感じだ。緊急事態中に。ああ、なるほど。でしたもんね、本当に、みんなとも1ヶ月ぐらい会えなくて。あ、同じメンバーにもってことですか？新しい人たち入ったよっては聞いたんですけど、どういう人かっていうのが全然わからなくて。ああ、なるほどね。うわー、ちょっとね、まあ、でもようやく、そう、ようやくお顔も見れて、直接お話もできるように。バリピだなって思いました。これこそバリピ。どう考えても4ヶ月ではないですよね、これ。このなベテランの域に生きてるようにするけれども。でも山田さん、コロナのワクチンの副作用が、いつ打ったから出てるんですか、それ。土曜日打って、昨日から出てます。それにしても元気。本当に副作用がって感じですもんね。これ、いつものあれじゃなくてとかじゃなくて。仕事なので。はい、ありがとうございます。副作用の中出てきていただいて、イエーイ。さすが。もうなんならこういうのだったらずっと続いててほしいな。このテンション、このテンションであれば。はい、 ありがとうございます。半分から元気っていう。ちょっと終わったら心配だな、これ。確かになんかパパイエさんのコメントで、はい、30分後におとなしくなってる予想みたいな。おとなしくなってる。未来が見えてますね、パパイエさんには。未来予知が。はい、パパイエさんもね、副作用パリピになって新しいな、初めて聞いたな。でもなんかダウンしてるより全然いいですもんね。そうね、辛いよりかはね。副作用でも楽しんでいかなきゃ。いいですね。素晴らしい。それが本当にいいことです。素晴らしいな。はい、パパヤさんもね、来月からぼしぼしライブもあるし、ちょっとずつ動いてきてますねっていうこともありますんで、ね、もうちょっとね、この楽しみというかライブとかね、そういう娯楽系のイベントとかも、そうですね、音楽系もまた再開してほしいですもんね。増えてきてほしいなというところですね。沖縄市音楽の街ですからね、はい、それ街中にちょっと、そうそうそう、音楽がまた溢れてほしいですから。本当に。じゃあ音楽の話が出たところで、山田さんのリクエストいきたいと思います。はい、山田さん、曲紹介お願いします。はい、星野源さんの不思議って曲で、この曲が、聞かざる恋には理由があってっていうドラマがあって、うん、はい、恋愛系なんですけど、うんうん、それの曲です。はい、ではお聴きください。これも星野源出てたんですよ。星野源と、あ、星野源と誰か、ドラマですか？あ、ドラマに星野源は出てないけど、あ、出てなかったんです。うん、なんかいろいろ出てました。へ、名前が出てこない。ドラマ見てない。なんかいろいろドラマ見すぎて、曲がどれかどの曲、どのみたいな。ブルブル半沢みたいに分かりやすかったらいいですけどね。ドゥン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 みたいな、なんか曲入ってないやつとか、曲っていうか音声入ってないやつとか、効果音みたいな、効果音だけとか、まさかこうなると。一気に眼鏡曇りました。
その間、じゃあ関係はその状況を見に行くですか。あ、大丈夫ですよ。いや普段使いは、普段使いにすごい、もうこれ素じゃないですかね、やっぱり副作用じゃなくて出てきてますかね半分数すがれてるからあの気許してるってことです。なるほど、全然もうだったら嬉しいですね気許してないと数は出さない。あー、もう良かったですよ。ちょっと猫かぶってるかぶってました、かぶってました、かぶってました。それさえもうなんか全然ずるむけっていうか、もう全然もうポロポロやばきつかないような感じだと思うんですけどどこが巣だったんだろうなんかもうどこが猫でどこが巣だったんだろう、なんかもう会って1週間ぐらいですぐこんな感じだったかなみたいな感じだった。あれ消した、もう全然もうめっちゃ元気だなぐらいな。あ、元気は元気、元気元気は元気、巣でも猫だよ、巣でも猫だよ変わらず、変わらず、変わらず、おとなしい時はおとなしい。それこそありましたっけ、おとなしいとき、おとなしいときがあったんですよ。うんうんうん、ありました。うん、なんか絶対喋っとかないと死んじゃう病かなぐらいのなんかずっと喋ってますよ、ずっと喋ってるみたいな。さんまさんで、そうそうそうおしゃべりしすぎるからちょっと黙ってって言われてそれで初めて黙るみたいな感じ仕事ってのに、あ、お家では全く喋らないです。無言。マジです。子供がいるから一応喋るみたいな。ああ。今言葉の覚え始めだから。はい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 。お子さん何歳なんですか。今年の11月12月で2歳と1歳がいます。ああ。年子なんだ。年子なんですよ。毎日喧嘩してます最近。1歳と2歳で喧嘩するんですよ、お母さんの取り合いとか潰されて繰り返しとおもちゃ取り合いとか、やっぱあるんだ、やっぱそういう小さい子なりのなんか、なんかね、闘争心が言い方があるんだ、ね、なんかね、相手が持ってるおもちゃが気になるみたいな。ああ、使いたいってなるんだ。車のおもちゃやってる、ああ僕もやりたいみたいな感じの、こっちに持ってるさ同じのでも子供ありそうですね。ありそうありそう。男の子ですか。男の子、ダブルボーイズです。あ、ボーイズ、ボーイズ、ボーイズ。あー、でも楽しそうですね本当に。賑やかです。たまに自分とも特に合します。大人げね、特に合います。普通の喧嘩が喧嘩でも食べる。じゃれてるとか、じゃれ合いの、じゃれ合っての特に合いとか、普通に怒っての特に合いとか、おい大人げない。離乳食ですか。離乳食、1歳の子は離乳食で、2歳も普通に山田さんとも同じ子なの。ちょっと味を薄めて食べてるかな。なんかでもあれですもんね、なんか最近そのお子さんがいる人たちとなんか話してたら、マックとかも子供たち好きじゃないみたいな話聞いて、それがちょっとびっくりしたんですよ。マックのポテトは好き。あ、逆にポテトが好きじゃないみたいな話だったけど。そう、何が好きなの。なんかマックがもう好きじゃない子がいっぱいいるみたいな話聞いたんですよ。子供にとってマックってめっちゃあれだったじゃないですか。幸せですよね。そう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 、めっちゃ幸せなんですけど、マックって超好きだったな。モスとかケンタッキーとか、エンダーとかは手出せない、値段が高い。一応高いですからね、無理。それに加えてマックは100円とか。そうですね、いろいろちっちゃいものはありますから。
習うかな。早っ。10時50分回っております。お届けしているのはもう一回こうまるっとつながるラジオ、まるラジあと5分だからね、頑張っていきましょう。ラストスパート、ラストスパートですよ。美味しいまでやりますよ。よっしゃさあ、その残りあとね5分30秒ぐらいということで、もうそろそろねエンディングの時間になっては来ているんですけれども、まあ、最後にですねもう一度冒頭にもありましたけれども、はい、お知らせの方を再度確認していきたいと思います。はい、はい、ではどうしましょう、中田さんから。はい、じゃあ僕の方から。はい、また同じことをちょっと伝えたいと思います。はい、はい、今沖縄市ではインフルエンザの、ワクチン、接種の予約を受け付けています。はい、はい、沖縄市在住の、方でしたらの沖縄市在住の、65歳以上の、うん、方だったり公費対象の方は、うん、基本的に無料の形で、はいはい、打てます。で、場所もこの沖縄市内の、クリニックや病院、はい、でしたら、どこでもあのワクチンの方受付して、いると思いますので、うん、まあ、もしかかりつけの方も多分、はい、対応していると思いますので、そちらの方、うんうん、ちょっと病院の方にお問い合わせしたら予約とかもできますと思うので、できると思うので、よろしくお願いします。また皆さんもまた今年、コロナも打ったと思うんですけど、またインフルエンザも、うん、打ったらまたさらにちょっといろいろ予防していきましょう、うん、はい、していきましょう、はい、ね、自分のねおじいちゃんおばあちゃんにもできるってよと教えてあげてくださいね。はい、はい、では続いて山田さん。はい、はい、西武北地区の、パネル展になるんですけど、はい、沖縄市市立図書館にて、パネル認知症のパネル展をしています。うん、期間がですね、9月の15日から29日までの予定だったんですけど、はい、期間延長とパネル展の増幅も含めて、10月の14日までやることになっています。うん、はい、時間はですね図書館の開館と閉館時間で、うん、9時30分から午後は、5時までになっています。うん、はい、この機会に皆さん勉強してみませんか。上手今度山田さんに CM 撮ってもらおうかな。めっちゃ良くないですか。FM 小田のラジオ CM 撮ってもらおうかな。ちょっと丸ラジの中でも流そうね。あ、ね、いいですね。これもしこのねパネル展のもので、はい、図書館に入ったらすぐ見れるんですか。どこら辺なのかな。図書館のちょっとした広いスペースがあって、うーん、うん、なんていうんですか、貸し出しのところ、図書館内の、貸し出しの、うん、カウンターの目の前にあるような形です。うんうん、ああ、じゃあすぐ分かる。ちょっとしたロビーのところに、はい、もうすぐ分かります、うん、入って、うんうんうん、目立つところに。OK です。セブン、はい、もう南の方がピタピタピタ貼ってくれて、ピタ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 みんな、コーディネーターの皆さんが協力してくれたので、はい、素晴らしい。はい、助かりました。協力者誰だったかな、誰だったかな。あれこんなに言ってるの。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃちょっと見に行ってね、写真でも取材でも行って、はい、中田さんが描いたやつかなとか、山田さんかなとか見てね、SNS にも載せていこうかな。あーみたいな。写真、あ、SNS とか載せて大丈夫なやつ。あ、もう全然大丈夫です。よかった、
はい、じゃあ皆さんね、ぜひ行かれた方は写真バンバン撮って、はい、ガンガン化拡散して、はい、たくさん来てほしいなと思います。欲しいです。はい、撮影するときなんですけど、うん、あの撮影許可証っていうのを図書館から、あ、はいはい、図書館のスタッフから、あ、あの、なるほど、はい、証明っていうのをもら、あの、受け取らないといけないので、でそれをもらえれば撮影できるということですね。はい、ちょっとそこは注意してもらいたいですね。ゲーで撮影したいんですけどっていうふうにスタッフの方にお声かけいただきたいというところですね。よろしくお願いします。はい、では皆さんよろしくお願いします。お願いします。さあさあ、今日も時間いっぱいとなってまいりました。ちょっとマックのポテトの話もしたかったけど時間ないのでまた次回にしたいと思います。次回のトークテーマはじゃあマックのポテトにします。マックのポテト、マックじゃないかな。でも僕マックのポテト、シャカシャカポテトだけで多分1時間くらい話せる。1時間にしてください。はい、ということでお届けしたのは FM 小座のめぐと、東北の中田と西武北の山田でした。またまた、イエーイ。じゃあまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございます。